カノはレフティあショートコーナーだ。西矢が前向いて下げて白井浮かしグラウンダー押し込んだ。最後は柿谷か。最後は柿谷が触っていました。徳島逆転に成功。柿谷今シーズンの6点目、3試合目のゴールで逆転です。首位の町田から逆転ゴールを奪いました柿谷。